日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は日本昔話について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。よろしくお願いします。皆さん元気ですか？僕はもちろん元気ですよ。今日は日本昔話について話したいと思います。日本はわかりますね。日本語の日本ね。僕が今住んでいる日本、皆さんが来たことがある日本ね。日本の昔話というのは昔の話です。昔、 long long time ago ね、昔の話。話はストーリーですね。昔話。例えば日本の昔話はよくこういうふうに始まります。例えば、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたね。これがよく始まり方ですね。ストーリーはこう始まります。昔々あるところに、どこかわからないですけどね、おじいさんとおばあさんがいましたね。なぜかおじいさんとおばあさんなんですね。男と女がとかあんまり言わない。おじいさんとおばあさんが多いんですね。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました、みたいなね。芝刈りというのは草を刈る、多分燃やすためかな。とにかく山に行くんですよ、おじいさんは。で、おばあさんは川に洗濯をしに行くんですね。そうすると何かが起こるんですよ。これはね、桃太郎という話ですね。桃太郎、ピーチボーイね。これ英語にすると変ですけど、ピーチボーイってね。でも日本語だと桃太郎ってね、面白い話です。あとは浦島太郎とかね、サルカニ合戦とかね、いろいろな昔話があります。で、これは日本語を勉強するためにいいのか悪いのかね、このテールですね。日本語、皆さんが日本語を勉強するために日本昔話はいいのか悪いのかというと、悪くはないですけどね。もちろんいいですよ。だけどとても良くはないかな、というのが、言葉がね、古いんですね。古い言葉が多い。さっき言った芝刈りとかね、芝を刈る、あまりプライオリティは高くないボキャブラリーですね。あまり便利じゃない、使えないボキャブラリーですね。川に洗濯に行かないしね。だから洗濯機を使うとかね、服を洗濯したとかね、そういう日常の言葉の方がもっといいと思います。もっともっと使えると思います。なので昔話は楽しいですよね。ちょっと皆さんは別に読まなくてもいいような気もします。それではまた。チャオチャオ、アスタルエゴ。